どうも、元、仮想ば職員のげ田花のです。なんかね、今日あの、猫の大運動会、なんかあるでしょう猫飼ってる人わかると思うんですけど、もうそのせいでさっきから、あの、すんごいバタバタしてて、やばいんで、逆にここにね、はい。逆に机の上にこれつけてみました。そうすると、あなんか、いい感じのおとなしく、おいお、ねはいお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 いい なんかあのまあ、普通の,その遺族さん側っていうか一般の方側的にあこういう気持ちなんだなーっていうのがなんか分かった出来事があったんで、まあ、ちょっとそれをお話ししようかなというふうに思っておりますこのチャンネルでも結構前からですね、まあ、言ってることがありましてそれは あの、仮想場職員さんに質問があったりとか、なんか提案とか、えー、なんかこうしたいとか、あの、あったら全然言ってくださいねっていうやつね。あの、むしろ仮想場職員さんもそう言ってくれた方が、あこうしたら喜ぶんだと思うから、あの、結構助かるよって話をまあしてるんですけれども、あの、やっぱりそれがね、なかなかこう、しにくいっていうね。で それねあの気持ちすすげーわかるんですよなぜかというと僕はこの火葬場で働く前はですね火葬場で働いたことのない一般の方です。それはそうですよね、えー。誰しも最初そんなん全然わかんないじゃないですか。で僕もそのわかんないうちの一人だったんですよ。 で確かにその時の曲考えたらなんか家葬部職員さんなんかねこのものを言っていいのかものを言うって別にその悪いことじゃなくて、えー、質問するとかいいのかなってやっぱすごいね、あのー、考えることは多かったんですよね。で最近ね、えー、と,とある週刊誌さんからちょっと取材を受けてましてですね まああのちょくちょくあるんですよ。でその火葬場の話ってなんかすごい需要があるみたいでですね皆さんに興味があると。で、えー、とその取材している時にまあその取材してくれるライターの方とかとねえー、とまあお話をするんですけれどもその時に、えー、今の話になったんですよ。その火葬場でねその質問とかしづらいですよねみたいなことをおっしゃっててああそうですかとまあそうですよねとまあそれはあの全国のね火葬場職員さんのこのなんか質問しづらさみたいな。 なんかあのそういう雰囲気の人って結構いるじゃないですかなんか質問して大丈夫かなこの人みたいななんかあの言えばそういう人も結構ねまだ今もいるんでまあそれでねそういう風に感じられるとかもあるかもしれませんねみたいなでそのライターの人がまあでもなんかその提案とかなんか自分はこうしたいと思っててもまあそれ言っても結局どうにもなんないですしねみたいなことを言ってたんですよ。 まあそれに対して僕は、まあ、どうにもなんないっていうわけでもないっすよ、みたいな。なんか、とりあえず、あの、何でもいいから、なんかこういう風にしたいんだけどなとか、あの、こういう風なんてどうなんでしょうで全然聞いてもいいですよって言ったんですよ。で、そしたら、あ、まあ、いやいや、まあ、でも、あの、やっぱり現実的に、まあ、どうせ無理なんで、みたいな感じで言ってきたんですよ。で、ええー、と。 なんかあんのかなとなんかその、まあ、めちゃくちゃ特殊なねその提案とかなんかあんのかなとなんか自分の中でこうしたみたいな逆に気になってですねえそれちょっと逆にどうどういう感じなんすかでも聞いたんですよそのライターさんにでそしたらあのお骨だけの時にえっ、ー、とねお箸じゃなくて手で拾いたいって言ってたんですよでああなるほどねとまああのー みんながみんなそうじゃないですけどやっぱ一部おられるのはおられるんですよねまあ、逆にこう面白い観点だなと思うんですけどそのお箸でねそのお骨あげて日本で結構するじゃないですか でまあ、これ海外の人が言ってて面白いなと思ったのがそのお箸ってご飯食べるものなのになんでそれで人の骨拾うのっていうね、えー、海外の方が言わて「いや確かに確かに面白い着眼点だなと」えー、と我々はそれが普通なんで何のこう違和感もなくそうしてるけれども確かにこう外から言われてみたらね、えー、なるほどなーって、まあ、気づくこともあるなーというふうに思うんですけれども、まあ、そのことはその手で拾いたいんだと。で、まあ、なるべくならそのお骨ね骨にねその、まあ、自分の本当に大事な人が亡くなったらその骨に触 触ってあげたいとでも「まあそれ無理じゃないですか」みたいなことを言ってたんですよね。でいや下田さんがね例えば滑走部職員さんでじゃあ今みたいにその「触りたい」って言われたらどうするんですかって僕聞かれたんですよね。えー、とこれねねね同じよようなことって過去にに何回かあるんでですす、ねねえー、だからもう全然、えーとまあ、素手で触りたいで素手で触るっていうのはまずお骨あげってめちゃくちゃそもそも熱い可能性ありますと。 例えば都会とか、えー、すごくこう仮想件数が多いところだったりしたら、めちゃくちゃ台が厚かったりするので、まずすごく危ないですよと。えー、でも、まあどうしてもお箸じゃない、えー、自分の手でということであれば、もう軍手なり何なりあの持って行ってくださいと。で、仮想部職員さんになんとなく例えば自分がお箸ではやりたくないんですみたいなんで、なんかそういう思想があるみたいなのがもし恥ずかしいと思うのであれば、ね、恥ずかしくて聞けないんだっていうんであれば、あ、ちょっとあの私ちょっとあのいろいろとお箸が持てなくてとか、もう嘘ついてもいいから、それで軍手持って行ってやったらどうですか これを言って「それは駄目ですおはしゃんと駄目です」っていう仮装職人さんほぼいないなそもそもいないと思いますので、えー、全然大丈夫ですよと。まあ、であと素手で触りたいとでその素手で触りたいっていうのも、まあ、まず最初のお骨上げの時って、まあ、全然大丈夫な時もあるけれどもやっぱりすごく暑い時もあるよねとだからまあ危ないのは危ないんですと。で、えー、とその素手で触りたいというのはではお骨上げの時しか駄目なんでしょうかと。 で問いかけましたね。なんかこれね、結構、えー、皆さんあ,あそういえばって皆さん言うしおっしゃるんですけれども、そのまあお骨になってですね、亡くなった方がで連れて帰るじゃないですか。骨壺に入った状態でね、道に連れて帰りました。あの蓋開けていいっすよみたいな、はい、あの全然いいんですよ。別に開けたって。で、あの触りたかったら触ったらいいんですよ。でもなんかあの意外とやっぱりその 骨髄に収まった状態で開けちゃダメみたいな触ったらダメみたいな見たらダメみたいななんからそういう風潮ってやっぱこれ結構日本人の中ではすごくあると思うんですよねでもそれダメって例えば葬儀屋さんとか仮政職員さんとかにえ言われたっていう人あんまりいないと思いますはいまあ、僕もあの両方でも働いてましたけどそのこと言ったこともないしあのダメっていうかあの家族なんであの触ったっていいんですよ見てもいいんですよ全然 だからあのわざわざそのお骨上げで今言ったみたいに預かったりとかで他の人もいるっていう状態の中でわざわざその触るんだったら別におうちに連れて帰ってその後あのゆっくり触ってあげたらっていうふうに提案しましたね。えー、となるほどっということでやっぱりですね、まあ、その遺族さん側からしたらいやそんなの言ってもねみたいなね、えー、まあそういうふうに自分が思い込むことってすごいいっぱいあると思うんです多分。 言う側って、まあ、でも家葬場職員さんとか、まあ、それこそ葬儀屋さんとかねにしたらあのやっぱそういうのずっと日々言われてますんで、まあ、自分のねその感覚で「いやこれ突拍子もないよなだからやめとこう」っていうちょっとの恥ずかしさね。これ要は はなんか少しししの恥ずかかかさととでででもしくはなんか気使いいすすぎてとかで言えないんですよなんかそのある意味少しの恥ずかしさとか変な気の使い方で、えー、自分の思ってることを言わずに、えー、その後数年数十年、えー、ずっとあれやっぱりこうしてたらよかったなって思う悩みよりは少しの勇気と、えー、そして、えー、少しの恥ずかしさを,まあを取,り取り払ってですね是非、えー、聞いていただけたらあなるほどねっていうふうに今みたいに結構あの皆さん提案してくれますんで。 えー、なので皆さんもどしどし火葬、えー、場職員さんとかあと葬儀屋さんとかねまあ正直火葬場職員さんとかよりは葬儀屋さんとかの方がそういうの慣れてると思いますんでねあの僕火葬場職員の割に結構そういうことをすごいやる方なんですよ。あのなんか まあこんなに言ったらですけどね、なんかすんげえ暗い仮装職人さんとかいるんで、あの、そういう人に聞いても、うん、それは無理ですね、ぐらいだけで言うような人も、やっぱ一部いらっしゃるんで、えー、まあ、なるべく葬儀屋さんとかにね、言った方がもしかしたらいいかもしれませんけどね。ということで、えー、本日は、まあ、気軽に、えー、質問とかねな、なんか全然あったら、あの、別にここでもいいんですけれども、本当にご自身が、あ、行った時にね、もうその場で全然聞いてあげてくださいというお話をさせていただきました。 ではまた。